皆さん、こんにちは。今回はですね、UFO を呼びたいと思います。ダメ？はい、今回は UFO を呼びたいと思います。UFO ですか？UFO ですか？いや、UFO を呼びます。真面目に言ってるんですけど、日本やアメリカの国会でも騒がれてる UFO。もう皆さん永遠のテーマだと思うんですけど、そうです。以前にですね、びっくりドンキーでご飯を食べる動画の時に UFO の話をちょっとしたら、コメント欄でですね、ぜひ UFO を呼んでくれというコメントが殺到いたしまして。しましたね。我々、そっから真剣に調査をしてまいりました。今回ですね、嘘かが誠かはわかりません。UFO を呼べると言っているですね、先生が、なんと動画に出演いただけるってことで。いや、僕もまさかと、多分多くの人が今、99% が何を言ってるんだって思ってるかもしれないんですけど、まあ僕も正直半信半疑です。その先生曰く、UFO を呼べる確率は高いとおっしゃるんですよ。一応僕もね、最近も会社も結構忙しいし、そんな馬鹿げたことに付き合って、まあありません。で、一応まあスタッフがですね、気を利かしてくれて、ロケ班って言ってまあ、現地に調査に行ってくれたんですよ。そしたら、ちょっと今ご覧いただきたいんですけど、こういうものが映ったと。で、これはなんか UFO らしいんですよ。まあ、ということなんで、今から UFO の先生とお会いするんですけど、その先生が指定するある場所があって、そこに行くと UFO と遭遇する確率が高いと。ということになったんですよね。はい、なりました。まあ、謎を追っていくのも一つロマンだと思うんで、うん、まあ、UFO が現れた暁には、僕のバイクメーカー、未来電子が成功するように、ちょっとお願いしようかなと。はい。いや、わかんないけど。流れ星扱いになってますよ。わかんない。UFO に頼んだらなんか、うまくいきそうじゃん。確かに。まあ、ということで、この動画どうなるかわかりません。今から、まあ、実際その場所に行って、UFO の先生に会ってですね、UFO を呼びたいと思います。みんなで UFO 呼びましょう。はい。行きましょう。はい。ちなみに先生、今、渋谷着いて、うん、今遅れてます。遅刻中。はい。大物ですね。かなり。ちょっとじゃあ待ちましょう。はい。はい。到着されました。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お名前は、川崎さん。はい。兵庫県芦屋市から。兵庫県からいらっしゃる。あ、そうですね。あ、なんかめっちゃ綺麗ですね。すいません。担当直入に聞くんですけど、UFO 呼べるんですか？もう全然信用してなかったんですけども、本当に全く信用してなかったんですけど、もう 今僕もあんまり信用してないんですけど、そうですね、信用してなくて、幽霊は見たことあったんですけど、5年ぐらい前に自宅にこんな感じのルーフバルコニーにグレーが来たり、タバコ吸おうと思って出たらいまして、あれでしたね、グレーとは宇宙人のことでしたね。グレー、そうですね、グレー2人いることある？いや、俺見たことないですよ。僕もなかったし、まさかやもうたんですけども、立ったまま金縛りみたいな感じでびっくりして、一応ね、社長さん、兵庫県芦屋市と神戸市でスーパーやさせて、スーパーやはい、野菜とか、そうですね、はい、で、話を終わってしまったんですね。そうですね、もともと全然信用してなかったんですけども、YouTube かテレビかなんかで、ブラさんっていうおじいちゃんがいるんですけど、その人がテレビでこう UFO 呼んでたらほんまに来たっていうのを見たんで、うまかなと思いまして、はい、で、なんか呼び方があったんですけども、こうユンユンユンとかっていう、それを僕が外でタバコ吸うときにちょこちょこやってたんですね。タバコ吸いながらユンユンユンってやったんすか？まあでも、まあ出てきたら面白いなって思って、そしたら1週間後ぐらいに夜中タバコ吸うの出たら、ベランダに2人と、どんな感じなんですか、宇宙人は。距離的にはこれぐらいの距離ですね、はい、印象がめっちゃちっちゃいって頭で思ったんですね、うん、そしたら、そうやろっていうのがパンと返ってきまして、幽霊の声がたまに聞こえてたんですけども、幽霊は横から入ってくるんですけど、うん、宇宙人のテレパシーの後ろから、あ、後ろから聞こえる感じなんですね。そうですね、でも振り向いたら頭覚えてるんですけど、うん、何センチぐらいやろと頭で思ったら、かかってみるって言われまして、 UFO に、はい、あ、宇宙人に。日本語なんですか？テレパシーは日本語ですね。日本語、日本語です、はい、それで家の中入って、はい、スケール持ってきて身長測らさせてもらう。そんなことあります？本当です？
ですか。これは写真撮りました。いや、そんなもう余裕もなかったんですけども、スケール持ってくる余裕はあるけど写真撮る余裕はないんですか。なかったですね。なんか途中やっぱり消されてるとこもあったりするんですよね。なんかでそのまま、まあ、朝起きて、でもまあ夢やなと思ってたし、まあまあまあ僕も会社してるし、そんな言えないじゃないですか。言えない。恥ずかしいし、で馬鹿にされるのが分かってたんで、もう2年ぐらいで誰も何も言ってなかったんですけど、たまたまその2年からバルコニーで遊んでる時に子供がパパあそこに UFO っていうで、それで僕動画撮ったんですけど、それが YouTube で上げてるやつなんですけど。ドローンかな。これが飛んでたんですよ。本当見せてください。本当だ。あれ UFO なの。これもなんかぽいわ。ぽいけど、本当かな。そうですね。まあ、もう全然画像処理もしてなくて、ただ、これだけでは僕信用できるなと思って、アメリカとスペインと、日本の UFO 研究してるとこに画像を送ったので、スペインとアメリカから帰ってこなかったんですけど、ベッカム、私の、すごい会長さんやってある画像解析で出したら AAA で、何か分からへんけど、ドローンでもないし、飛行機でもない、全然未確認っていうので、これで、まあ僕もちょっと人に言えるかなと思ってたんですけども、それから、なんですけど、UFO がちょこちょこ撮れるようになりまして、おお、あ、ちょこちょこ呼べるようになったんですか。そうですね、なんか勝手に入ってくるようになりまして、そんなことあります。例えばこれ、まあ、なんか鳥っぽいんですよね。うん、本当だ。でこれを拡大したらこんなんやったりとか、どうぞ。なかなか信用はしてもらわへんし。いや、でも今日、そうですね。でも今日実際ね、見せていただいて、もうそれで答えが分かると思うんで。そうですね。じゃあ今日遭遇確率どんぐらいですか。気持ちは90。はい、結構高いね。これ、もし本当に遭遇したら、えらいことになりますよ。多分 YouTube 史上初じゃないですか、こんなロケ行く人。僕の中では、YouTube ではちょこちょこなんか、それらしいのいっぱい映ってるんですけど、できたらもう、誰が見ても分かるぐらい。ですね。そうですね。宇宙人降りてきてほしいですね。宇宙人、いや、それは多分出てこない。まだちょっと早い。まだね、日本政府もまだようやく調べていこうかっていうぐらいなんで、そんなにすぐには出てこないと思うんですけど、まずは UFO 呼ぶ。あと、一番大事なのが、たまに僕 UFO イベント呼ばさせていくんですけど、すぐ UFO を発見するのは誰だと思います。誰ですか。イベントやっぱり子供なんですよ。子供、あ、そっか、さっき、やっぱり、ね、もう素直、ほんまにもう素直に疑う心がないので。じゃあやっぱ今みたいに、僕みたいに今ちょっと疑ってるのは良くないですね。じゃあ今はちょっと気持ちを入れ替えて、本当にいると、今日は絶対会えると思っていきます、これから。いや、ごめんなさい。まあ、そうです、お願いします的な感じで言っていただいたら、はい、終わりました。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。しましょう。はい、行きます。ちなみに、はい、呼びやすい環境とかってどんな感じ。やっぱり人が多いのと、例えば子供さんがおったりとかっていうのが一番ベストだと思われますし、来てほしいっていう思う気持ちで、こう呼んでもらえたらなっていう純粋な気持ちっていうのが。だから今動物がいた方がいいっていうことなんで、ルミちゃんも連れてきますか。連れて行きましょう。はい、お願いいたします。ミステリーサークルじゃない。これはなんか見たことないぞ。来ました来ました。え、おえ、なんだこれは。はい、ということで車乗りました。せっかくなんでね、ちょっといろいろ車内でも聞いてみたいと思うんですけど、なんか高橋さんがね、ものすごいオカルトが大好きなんで、聞きたいことあると思うから。 UFO は僕に現れるって人類に 何か伝えようとしてるんですかね。確実にも存在が認めてもらうためと、まだまだやっぱり信用してもらえない人もいっぱいいるので、ちょっとずつ広めていきたいというと、もう実際で世界中でも UFO に関しての調査もいろいろ始まってますので、あとはもう信じる人をどんどん増やしていきたいっていうのが多分存在分かって、やっぱ歯向かって戦争してしまおうとするとこも出てくるかもしれないので、そうじゃなくて平和的に、そういう意味で子供とかにちょっとずつ信用してもらう意味で出てくるかなと思うんですけど。今までちなみに何回ぐらい UFO 見た、読んだんですか。読んだっていうのはなくて、なんか勝手に入ってくるんですね。で、ぼちぼちその辺おるから撮ってよみたいな感じで入ってきたらパッと撮る感じですね。僕長時間撮らないんで、30秒しか撮らないんで、はい、それで大体映ってくれる感じですね。あと面白かったのが、やっぱりスピードが速いUFO もいるんですね。で撮影は30秒動画回すんですけど、目視では確認できなかった、ただの撮りかなと思ってたら、勝手に UFO が映ったやつを携帯に振り込まれるんですね。そんなことあります。ありますね。 UFO が勝手に携帯に入れてくると、はい、ただの撮りかなと思って、ゴミ箱に捨てようかなと思ってたら、ちゃんと映っとるかなっていうのを、もうその画像を勝手に振り込まれる感じですね。それがさっき見てもらった画像なんですけども、こんなんでもほんま言うても誰も信用してくれないですし、だからまあちょっとずつ自分で動画とか撮ったやつを貯めていって、出していくと、はい、すぐ理由がないじゃないですか。そうなんですよ。
本当にそうなんですよ。UFO 冷静に立ててたら、はい、まあ確かにね、そうですね、まだ6歳と中学校1年生の娘もいますので、実際もう嫁さんからはやめてほしいみたいな、恥ずかしいからっていうのは言ってくれてあるんですけど、ただ別に UFO 呼んだからって収益を得てるわけじゃないですよね。あ、全くないですね、はい。日本で UFO 呼べる人って何人ぐらいいるの？多分めっちゃいると思いますね。めっちゃいますね。多分めっちゃいません。自称 UFO コンタクティって言って、自称って言い方あるかもしれないですけど、多分何千人とかって言い張ると思いますね。結構いっぱいみんな上げさん上げてはるので。そうなんだ。そうですね。今からでも現地についてまず何をする？まず見て、なんとなく自分でなんかこの辺現れるんちゃうかなって思うところも感覚でカメラ向けてもらったらいいかなと思いまして。おまじないみたいな言うんですか？僕は別に言わんでもいいと思うんですね。なんかいろいろな言い方あると思うんですけど、まあ心の中で来てくださいお願いしますみたいな感じもあるし、ちょっと恥ずかしいんで心の中で思うタイプですね。はい、じゃあもう普通に現地に行ってここだここにいるんだみたいなのが、まあ、感じてそこでカメラを撮る。あ、そうですね。もう皆さんもうそんなフランクに UFO 呼べます？ですね。僕はそんな感じですね。たまに運転しててぼちぼち来るからっていうのはパンと入ってくるんで、パッと止めて30秒だけ動画撮る。どうやったらその能力が手に入る？例えば UFO 来るかもなみたいな。立証できないんで難しいんですけども、若干その幽霊が見えたりするし声が聞こえたりするんですけど、その感覚なんで、それをどううまく説明はできないんですけども、この前の橋本京明さんもそうやと思うんですけど、やっぱり聞こえる人と聞こえへん人も出てくると思うし、でも実際聞こえてるけどそれを理解してない人もいっぱいいると思うんで。なるほどね、はい。実は僕が寝てる間にチップか何かを掘り込まれてる感じですね。2、3回あるんですけども、僕いつも寝るときにアップルウォッチつけて寝るんですね。寝てるときにまあその 寝てる波動とかをいろいろデータ出てくるんですけども、なんかやられてるなっていうときは覚醒時間が iPhone で確認できるんですけども、だいたい寝てるときはこういう睡眠があるんですけども、こうなって、でまたこう戻る。それも一応僕の中でデータで出してるとこがあるんですけども、それでも記憶はないけどなんかやられてるんだろうな。もう分かりますね。体が動かないんですけど、この前は判決で帰られたりとか、ズボン上げてくれ余裕多分時間なかったんかもしれないですけど判決のままで帰られたことがありましたね。なんか起きたらなんか判決だったみたいな。判決、そうですね。で、やられるときもなんかやられてるの分かるんですね。ごそごそしてるのが分かるんですけども、隠さずに。人類の肉体を調べて、いや、多分いろんな人種を調べてると思うんですけども、いろんなパターン、僕みたいなどんなやつやろっていうので調べてるんかもしれないですし、それも聞いてみたいですね、逆に。確かに。はい。まあ、でもなんか意味があると思うし。貴重なお話ですね。そうですね。恥ずかしいんですけど、多分これ取引先の方とか聞いたら多分、人は、まあ、それぞれでもいいかなと思ってるんですけども。普段だってこういう話されないですね。そうですね。普段はしないですね。なんか僕が気になるのが、はい、まあ、宇宙人って地球人よりは発達してる。ああ、もう間違いなくそうですね。そうですよ、ね。はい。お経にも書いてるんですね。す宇宙人であり UFO のことっていうのは。そうですね、書いてますね。お経に何書いてあるんですか？宇宙の原理とそのつながりっていうのを仏教的に説いてるっていうのがありますね。ね、いろんな説があるんで、グレイも地球人の進化した。ピラミッドとかも宇宙人が作った説ありますね。そうですね。だから、かぐや姫も宇宙人っていう、ね、話がありますよね。うん。ビュアルミ。レミ。おい、来た。ああ。ああ、行った。ここですか？向こう。向こう。そうですね。はい。じゃあ行きましょう。天候とかどうですかね、今日は。そうですね。バッチリですか？うん、悪くもないですね。だからやっぱあの雲の隙間から出てきたりするので、その辺を狙って。ちなみに UFO と会う、まあ、人間のメリットって何なんですか？運気が上がるとか。いや、それはない。ないですか？ないと思います。まあなんか素直に。楽しいみたいな。宇宙人、僕らのことをこう信用してくれてるっていうのに出てくれてくると思うんで。いい公園ですね、ここ。そうですね。素敵な公園ですね。あの丘の上とかいいですね。おぉ、いいね。さっきトイレだけ行ってきていいですか？いいぞ、どうぞどうぞ。なんかトイレに何かあるんですか？トイレは普通にちょっと。あ、トイレしたらいいんですか？はい。あ、こっちです。そうそうです。行ってきます。いらないの？いらないのか。トイレ長いね。たこ焼きでも食うわ。いいっすね、こういうね、公園でね。いいですね、こういう公園近くにあったら。もうこれだけで、まあ、来た回が。うみちゃんも散歩できますね。うまい。でも最近毎日 YouTube の撮影ありますね、うん、昨日はあの肉まんさんと飲んでたじゃないですか、うん、結局何時まで飲んでたんですか？いや1時で帰ってきて。あなたすぐ帰ったんですか？仕事だから今日も朝から超仕事してきて。不動産の方調子どうですか？勉強中。勉強中ですか？はぁ、あって暑いですね。こんなところで UFO 出なくね？
結構自信満々でしたね。ね、はい、嘘をついてないと思う。うん、でも悪い人じゃないから、うんね、騙すような人じゃないと思う。そうなんですよね。お金が発生したらまた分かるじゃないですか。うん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 、でもそういう活動すらしてないじゃないですか。うん、うちの YouTube 基本的にそうですよ。別にギャラとかはないんで、はい、お金を払って出てもらったら、やっぱ何かしらこう、いろんな思惑が入ると思うんですよね。そうなんですよね。お金もらってるから、これ仕事だから絶対 UFO 出さなきゃとか、でなんかやらせ仕込むとか、いろいろあるじゃないですか。ここまで仕込みは物理的にないと思うし、うん、嘘をつく動機は本当ゼロなんだよ。間違いないです。ただこの大空に UFO がいるかな。みんななんかスピリチュアルに洗脳されてんじゃね。これは本物だと思ったのは一つだけで、シャーマンで、あれだけは本当だから。シャーマンはスピリチュアルに入るんですか。スピリチュアルじゃないんだけど、でも周りから見たらそう思うんじゃない。だから視聴者の方はああいうの見て、この人本当スピリチュアルなんだなって思うコメント来るもん。でも違うんだよ、本物なんだよ。でもまだ別なんですよ。こうやって自分は本当に確信してるから言えるけど、逆にさっきの方も含めて、本当にじゃあ UFO 見たらこれは本当なんだって、うん、で俺も明日からもし今日見たら UFO 本当にいるんだって言ってるかもしれないからね。そうですね。そしたら多分僕のこの最初の反応と同じでポカーンってするんだろうね。確かに。あ、行きますか。はい。さっきなんか、勝手に掘り込まれてたって言ったらあると思うんですけど、はいはいはい、今なんか飛んでますよね。はい、飛んでますね。ね、これとか鳥、うん、鳥、これも、まあ、鳥かなって、はい、僕ももうこれが鳥やなと思ってたんで、もうこれを消去しようかなと思ってたんですけども、よくよく見たら、まあ、さっきのこれですね、うん。で、拡大したらこれやったんですね。はぁ、はい。あと、まあ、こんなんもあったりですね。同じ日、うん、これなんか飛んでますよね。うんうん。鳥じゃないですか？グレイガオですね。鳥の、あと、まあ、こんな感じ、下が光ってるやつが出てきたりとか。鳥じゃない？ね、そうなんですよ。鳥かもしれないですけど、これが振り込まれたんで、うん、まあ、なんか意味があるかなって思いますね。でも一応今回100万円以上する機材持ってきました。多分スマホだ と鳥かどうか分かんないと思うんで、うん、もう高画質の、高画質で行こうかなと。よし、行きますか。現れてくれるかな。こんなところにいますかね。いやー、どうなんでしょうね。なんかちょっと不安になってきましたね。 UFO が着陸したような。いや、もうですね、跡がありますよ。これなんですか。これ円盤じゃない？これ綺麗ですね。 UFO が着陸したんじゃないの。これミステリーサークルじゃない。これはなんか見たことないぞ。すごい綺麗ですね。綺麗な円ですね。私この公園結構来ますけど、こんなのなかったっす。本当ですか。この前ここで撮り張ったよね。そうです、そうです。すごいいい公園だね。そうですね。ちょっと一回サクッと撮ってみていいですか。はい。いつも携帯で撮られるんですか。そうですね、いつも携帯で、はい。あの、読まないですか、さっきの呪文みたいな。呪文みたいな。僕はちょっと恥ずかしいんで。いや、呪文やりましょうよ。はい。なんて言えばいいんですか。ユン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 とか。これはユンユンってのは機械の音らしいんですね。ユン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 。あ、いいですね。ユン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 。あれで呼べたら苦労しねえだろ。ユン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 。ちょっと編集していいですか。はい。これもし今日映らなかったらボツな感じですか。いや、ボツにはないなです。これリアルを追求するチャンネルなんで。できたら美咲さんも撮ってほしいですね。どうやって撮るんですか。雲だけだとなんか立体感ないんで、はい、東下ちょっと映るぐらいにしていただいて、はい、で普通に撮ればいいですか。で3倍固定してもらって、はい、15秒30秒、はい、はい。なんか映ったかも。え、見てほら、鳥じゃね。バタバタしてた。鳥ですね。鳥ですね。鳥でした。皆さん一緒に撮ってもらってもいいですか。なんか自分の感覚で探そう。なんかこの辺来そうやなっていうとこ。自分の感覚でこの辺来そうってわかりますか。こうなんていうかな、ちょっと聞いとかな。え、あれは飛行機。飛行機だ。飛行機。飛行機ですね。ユン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 かっこいい飛行機が。ちょっと。信じる心を持たなあかんですね。信じてない感じがちょっと良くないですか。そうですね。え？微妙？信じなきゃもっと。いやいや、もう信じてるもん。もっと信じましょう。
いや信じてるけど、ちょっと待って、ちょっと一回席外してみるわ。信じてる人たちでちょっとやってみた方がいいかもしれないじゃん。ちょっとアイスクリーム食べてくる。ちょっとなんとか、ちょっと雲が多いかなって思うんですけど、あ、来た。ちょっと見にくいかもしれないですけども、上からなんか丸いのが出てきますね。取れてます。なんか、うん、丸いのが現れましたよ。うん、携帯がバズってもた。え、携帯がバズった。あれ、なんでやろう。え、なんか壊れましたね。急に、あれ、さっきまで充電いっぱいあったのにね。あれ、え、なんか突然画面が消えてますね。車に結構バッテリーあったんです。急にバッテリーがない状態でなっちゃってますね。あれ、これはなんかのお告げなんですかね。結構飛んでるんですけどね。飛んでますね。飛んでますか。はい、肉眼でもなんかパッといってますね。え、見えます。なんか動いてますね。鳥以外で大きいですね。 UFO ですね。 UFO かどうかまだわからないですけど、この辺映りそうですね。今雲がなくなってきたんで、こっち今出てきてますね。もう後で多分あの動画ゆっくり編集っていうかしてたら多分出てきますね。あ、でもこの辺絶対いますね。雲がないとこあるじゃないですか。太陽の反射であの一瞬ピッと光るんですね。今飛行機そこと、うん、あの今も雲入ってだったんですけど、その入る前の手前のぐらいって今雲ないんで、あの辺を重点的に行ってもらったら。来ました来ました。え、来ました。はい、取れた。これですね。これは UFO ですか。 UFO やと思いますね。もともとこれも見えないんですね。はい、どんどんボリューム拡大していったらこういう感じですね。じゃあ鳥やったらこれはでも間違いないですね。間違いないですか。間違いないですね。川崎さんが編集したらいきなりあの携帯が充電ゼロになりました。そんなことある。え、充電ゼロになったらやばくない。かなりやばいね。信じるものがやっぱ呼べるのかな。そうですね。信じる心が足りないんですかね。そうですね。あの純粋な気持ちですね。いや、じゃあ今のでちょっと信じたんで、ちょっとやってみましょう。そこまで見んねんだったら。今日なんか宇宙っぽい服ですけどね。うん、崎さん宇宙意識してきたんだけど。あ、やっぱそうなんですね。うお、え、なんだこれは。え、これはおかしいぞ。この黒い丸あるじゃないですか。ワープしてくる。これ、そう、僕もこれ今出てきたんですけど、くって、あ、出てます。あ、ほんまやね。これはなんかぽいですね。いやー、でもね、全くただの影みたいな感じなんですよ。僕がさっき出てきたのもそれやったんですけど、もしかしたら iPhone の機能的に出てくるのかそれもう一回ちょっとはっきりともう一回確認取ってみたいですね。はい、あのさっきのやつは確実にあれで取れてましたね。ちょっと雲が出てきましたね。うん、ちょっと言い訳になっちゃうんですけど、雲が全体回ってるんでちょっと分かりにくいのが正直ですね。めっちゃ言い訳なんですけど。はい、ということでね、もう雲がちょっと出始めてきたんで、だいぶもう見えなくなっちゃいましたね。悔しいですけどね。悔しいですね。ちょっとみんな次の予定もあると思うんで、まあいろんなカメラで撮りました。あと5分だけ撮らさせてもらっていいですか。はい、すみません。それで3分の5分で締め切りにして、その後は撮った素材を見て、明るいし見にくいところもあるんで、ちゃんとパソコンで検証して実際 UFO はいたのか後日検証したいと思います。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あの先日 UFO を取りに行ったじゃないですか。うん、あれあの後、編集チームの方とスタッフの方で、UFO 映ってないかってかなり確認したんですけど、はい、UFO らしきものがやっぱり映ってました。本当に？はい。じゃあ見てみましょうか。今高橋さんの方から。はい、はい、送りました。これじゃね。こんな、これでさ、UFO いたって言うんだったら、もう誰でも撮れんじゃん、こんなん。正直。でもこれ、じゃあ結論取りでいいですか、じゃあ。いや、これは、いや、これはもう皆さん、視聴者の方はどう思うかだと思うんですけど。確かに。ただ、結構なスピードで動いてるんですよね。
鳥も早いと思う。確かに最近の鳥早いですからね。これ UFO か。まあまあこれは一旦じゃあ鳥として、もう一つこれやばいのちょっとあるんですけど、なんこれは、え、これは佐々木さんやばくないですか。過呼吸です。知らないで過呼吸してて川崎さんが、いいよ、もう一回見たらいいですか。なんだこれは、え、犬この過呼吸らしくて、で、後ほどそのこの映像と音を川崎さんに送ったんですけど、これ記憶からなくなってるらしいですよ。はい、私これ川崎さんの声ですよねって言って、いや僕の声じゃないと思うって言うんですけど、明らかに川崎さんの過呼吸なんですよ。しかもこの過呼吸になった瞬間 UFO みたいなの飛んでます。これガチです、これガチです。一時その過呼吸のところにスロー再生してみてください。ちょうどこの時に飛んでるんですよ。で、拡大したものを今送ります。これが拡大したものです。まあまあ、しない、それどころじゃないから。ちょっとね、会社のものを頑張らないといけないから、都市伝説はほどほどにしてさ、これを UFO だって思う人がいればぜひコメント欄でコメントほしいし、信じるか信じないかはみんな次第じゃん。そうですね、検証結果は鳥なんじゃないかな。あ、でも拡大した画像をさっき送ったんですけど、虫じゃね。そんなさ、一日じゃちょっと公園に行ってさ、カメラ回してバーってやってさ、そんな簡単に UFO にさ会えたらさ、苦労しなくないですか。それはテレビとかが何日も何週間も密着して UFO 言ってやってるのにさ、我々が公園に行ってちょっとってさUFO いましたってさ、普通に考えて信用できないんでしょ、みんな。俺は別に見えなかったしね。まあ、ということで、はい。まあ、視聴者の方から UFO を呼んでほしいっていう声をいただいてやってみましたけど、まあ、こういう結果になりました。すいません、お忙しい中、はい、ご迷惑をおかけしました。はい。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。ちなみに顔がそれこそなんかすごいことになってるけど、これは韓国行ってねやってきたんですよ。はい、肌管理を。なんていう治療ですかこれ。わかんない、寝てる間にやってくれるんだよ。 JD クリニックというか行ってるんですけど、寝てる間にやってくれるかわかんない、何ってわかんないけど、もうまあいいやと思って、もう任せるしかないなってやってて、この後まあ香川県に行かないといけないんで、あと何日かしたら次の動画は多分香川に行ってる動画になると思うんで、それまでにちょっと顔直していきたいと思います。はい、はい、じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。 UFO はいなかったと。はい、いや私は信じてますよ。信じるものは信じましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。